二足歩行戦車機動恋愛ボーイズラブ第9部、始まるよー。ベンチウサにしてやられたところからスタートです。トマス隊員の知り合いが訪ねてきたとな。こんなところまではざわざやってくるたー、肩着じゃありやせんぜ。それはそうと、どうやってトマスがここにいると突き止めたんですかね。古くからの知人に間違いないようです。トマスのおやっさん同様、切れ者なんですかねー。ただ酒と聞いてホイホイついていく一行。ロズウェル君、給料をもらってないわけじゃなかろうに。ホモが心配なロッキーは付き添ってあげたいものの、決心がつかずトマスと酒場に。やっぱりボーイズラブゲームじゃないか。消費した弾薬の補充がてら、格闘組に新しいアームパーツを買ってあげます。ホテルの腕は性能、重量ともに良好で格闘がフロストよりも高い43。交換しない手はねえな。ホテルは多頭と同じ、重機動が得意なトロー車製。多頭はジェットホバーでしたが、こちらの脚部は最悪像です。格闘機らしく、脚部前面にブレードがついています。こういう単純な武装は、コストの割に効果が高いですからね。パンツァー整備を終えたので、酒場に行きますよ、行く行く。おー、ドミンゴさんよ。一体おやす。お前はオールバックに号。ガボンで捕まったトマス。救出のスペシャリスト。なるほどねー、道理でねー。窮地を救った窮地の友とはねー。彼はドミンゴ海アット。ハフマン紛争にも参加していた実力者です。国防省から派遣された救出のスペシャリスト。トマスに信頼されているというだけで、その実力が伺えます。ガタイもかなりがっしりしてますね。文武両道を地で行く、エリートオールバックだ。捕虜救出という情報戦のプロ、トマスの居場所を突き止めるのも、お茶の子サイサイシーだったのかな。トマスは委託ドミンゴを信頼していますが、パイクは渋い顔で彼を見ています。ドミンゴのことを知っているのか、それとも諜報員として何か思うところがあったのか。飲みに飲んで朝まで寝ていたトマス隊。最近激戦と移動続きだったし、これくらいはね。あらやだ、ドミンゴがいない。お尻は大丈夫？じんじん痛まない？パイクはドミンゴを見送っていたようです。一体何を話していたのか、気になりますねー。OCU が撤退するまで彼も戦地に赴くでしょうし、会うことにはなりそうですが。闘技場に行きと落ちぶれた労働者がいるので、パペール社のアドレスをもらいましょう。企業サイトには随時最新機情報が更新されていくので、すべてで揃ったらまとめてみてーなー俺もなー。首都南部を奪われた革命軍、ついに大規模な一点攻勢を行うようです。そうはさせじと、サリバシュは OCU と共闘し革命軍を叩くよう指示。OCU がのさばるのも不愉快でしょうが、民間人の犠牲を厭わない革命軍と比べれば、多少はね。というわけで首都高に最新軍です。前回は南部ダウンタウンでしたが、今回は中心部だぞ。まさしく今こそ、いざ鎌倉。追い詰められた革命軍がどんな暴挙に出るかわかりません。急速と化した先輩となる前にパパパッと片付けて、終わり。つくぅ。大通りで OCU と革命軍が睨み合い、数は10対14ですが、OCU 側はほとんど車両です。オールバック1号大佐オスオス。前線に出て指揮するところだけは、結構すごいと思った。大佐は不利な状況にもかかわらずサリバシュをスルー。それどころか敵対勢力とみなし攻撃許可を出しちゃいました。関われば後々絡まれたり、上層部から叱責されかねません。それも生き残れれば、の話ですが。首都を奪われまいとベンチウサも必死。新大型機を3機も投入する大盤振る舞い。予定変更。OCU と革命軍、両方相手取る。いざ前期前進。ステージ14、三つどもえの戦い。二正面作戦さえ取らなければ結構楽に攻略可能です。OCU は格闘機がいますが全体の数が少なく、革命軍は数が多いのに格闘機不在、しかも動きません。戦場で上映会でもしてるんですかね？とにかく革命軍はほったらかしで、まずは OCU を攻撃です。ちなみにですが、
フォードマン大佐が率いているのは駐留部隊。本国からの増援とか、待ってらっしゃらないんですか？トマスが OCU 戦車隊に先制パンチ。ファイト16に上がり出だしは上々。こう焦る大佐と、たしなめるドミンゴ。共倒れを狙うあたり役者が違います。無謀な策に付き合うわけないよな。じゃあ俺、キャラもらって帰るから。有能なオールバックが抜け、フォードマンの命運はついに危険な領域へと突入する。戦車隊を蹴散らしながら、格闘機の迎撃準備です。ここの部隊は格闘威力32と控えめだぞ。ロッキーもレベルアップ。掃除習得。ホモレベル19でサイドアタック習得。大台の20まであとわずか。サイドアタックは敵の回避率を下げ、自分の攻撃力を上げる便利スキルです。ただスキルのレベルアップがランダムなせいでいられる恩恵はビビたるもの。優先度は低めでしょう。おおフォードマン大佐よ。逃げ出したら情けない、おとなしく経験値になりんしゃい。ドミンゴの言うことを聞いて、おとなしくしていればよかったものを。OCU 軍は回想。背面の憂いは立ったので、次は革命軍だな。高架下の交差点ですが、あまり右に寄りすぎると革命軍戦車隊が動いてしまいます。OCU 側に行くときは、左寄りを心がけましょう。まるで英国式道路だー。トマスがファイト17にアップ。あっそうだ、このステージ、トマスに随伴が3機います。食い散らかされないよう、トマスのチンポジには気をつけて、どうぞ。ロッキーがファイト15にアップ。壊れ性能ラッキー君習得、クリティカルと交換。大通りの中ほどまで進軍しました。そろそろ1機目の大型機を誘い出せる距離です。次ターンでは慌てて攻撃せず、囲むだけ囲んでターン終了します。こうすれば敵ターン、大型の AP が激減した状態で始まるぞ。新大型機、グルック A です。ゼニスシリーズのジェイドメタル社が送り出した最新機。センダー社のテルドンをパク改良し、600歩行の安定性を実現しています。おまけにグレネード装備。迂闊に近づくと逆撃を被るぞ。隠して1機目のグルック撃破。大通りの安全確保。上はバンツァーとベンチューサが狩るグルック。下は航空部隊とモブグルック。まず下からいただきます。ロズウェル君航空機撃破。ロング14にアップ。やったぜ。下の部隊、近づいても全く反撃してきません。多分上の部隊が動かないとダメか、ターン経過で動く系ですね。航空機お掃除完了。残るグルックも、うまそうやな。バイクのがっつり連撃。計209ダメージでレベルアップ。オールオアナッシングを覚えました。オールナスは連発系の武器で、全部当たるか外れるかの二択になります。デメリットが大きすぎて使う意味ねえな。首都攻略戦も残すは便中佐の部隊のみ。仲良く経験値に加え入れろ。狭い路地に部隊を展開するなど愚策。オイルの一滴までしゃぶり尽くしてやるからな。ジョイスのロングが15になりました。あと1ステージぐらいで育成も完了ですね。ロッキーもファイト16にアップ。ああうめえな。ベンチューサイングルック。見たけよ。弱い。高防御機体を相手取ると、マシンガンのなんと頼りないことか。次のマシンガンは攻撃回数が増えるので頑張れますが、そろそろライフルへの交換も考えないといけませんね。そうダメージ62。エイミア先生レベル19にアップ。マシンガンのまま削り役に徹するか、ライフルで格闘のようにアタッカーになるか。エイミア先生には、固有スキルを使った第三の道もありますけどね。ホモのショートが20になり、ゴエスーなスキル、カウンターショットを習得しました。カウンターショットもラッキーに類する壊れスキルです。敵攻撃に割り込んで攻撃、そのまま戦闘を終了させます。ファーストとヒット&アウェイを同時に使える、デメリットなし、完全上位互換とかこれもうわかんねえな。ちなみにヒット&アウェイは発動すると連鎖が起こりませんが、こちらはちゃんと連鎖します。強すぎー。
味方を一箇所に集め、グレネード祭りをしようとしましたが失敗。どうやらこのステージも大型機を全部倒すと終了するようです。ブワーから攻略サイトに書いてない事実はやめろって。まあ司令部の借りは返せたのでよしとしよう。ベンチューサ、神妙にお縄につけ。何やらグイアンダ将軍が物騒なことを言っていますね。人、無差別、爆撃。その9、ステージ14にしてベンチューサを確保しました。これで革命を終わらせてもよろしいんですね。新政府樹立宣言してなかったのか。それじゃあ対外交渉とかどうしてたんですかね。ベンチューサは本気で革命を望んでいますし、将軍やらじいさんのベンチューサもこれにはびっくら仰天。人に対して爆撃機飛ばすとか、将軍の精神状態おかしいよ。出たー。ご存知センダー社の誇る大型爆撃機、PB40 だー。30トンの爆弾搭載能力から、驚異の速度マッハに、20億ドルのスピリット君なんて目じゃねーぜ。そして無慈悲にも行われる首都絨毯爆撃。なんちゅうことを。何の鉄、石、コンクリート。ああ、めちゃくちゃだよ。ああ、生き返れないですかね。収入7522、支出1358、利益6164。ダウンタウンでの爆撃もひどいもんでしたが、今回はその日ではない惨憺たるありさまです。戦闘家なので避難している者もいたでしょうが、民間人が多数犠牲になったのは言うまでもありません。ここあるじゃん。国民のため独立するというお題目だからこそ、国際的に多めに見られていたんだよな。これで国内外問わず、革命軍の評価は地に落ちるでしょう。OCU は主力部隊を投入する口実を得たも同然。現状判明しただけで1000人以上の被害者、そしてフォードマン大佐も、このどさくさで亡くなっています。一時的な有利の代償、ハエスっぽい大きい。物語も、折り返し地点といったところでしょうか。ここはおなじみディアン基地、爆撃機が出撃したところです。さゆりちゃんオフスオフス、レズたちは司令部からここに運ばれてきたんすねー。あんな超高性能爆撃機があるとはいえ、ディアン基地は革命軍の本拠ではないでしょう。一体なぜ移送先がディアンだったのか。どう？答えわかりそう？レズは何やら考え事。今日は安全日だったかしら。抜け目ないレズは、革命軍の装備が OCU 駐留軍のものではなく、高価な最新のものばかりだと察知。インターゲイン社。一体何者なんだ？やや、君はベンチューサお付きの〇〇隊じゃないか。そういえば戦闘に参加してませんでしたね。ええ、逃がしてくれるとは嬉しいな。ベンチューサお付きの隊殿が脱走の手助け。革命軍がいよいよ内部崩壊を起こし始めたようです。そりゃ人に絨毯爆撃なんてしたらそうなるよ。こうなってくると、ダウンタウンの爆撃も、中佐の預かり知らぬところで行われた可能性もありますね。まあ自己承諾だろうと、革命のためと容認した時点で中佐も同罪でしょうが。隊殿が忠義を示すのは、軍や将軍ではなくベンチューサ個人であるようです。立派な側近だー。ここでレズが最後の確認、隊殿はなぜ彼女たちの手助けをするのか。いわく、革命はもうベンチューサの革命ではない、と。やっぱり見越しにされてるじゃないか。グイアンダ将軍とインターゲイン。彼らは何を目的として活動しているんですかね？革命の成否に興味がないどころか、破局に向かわせてるんだよなー。というわけでベンチューサ大好きっ子、メイラン君が仲間に加わりました。今の武装ではちょっと心もとないので、父のパーツを拝借しましょ。メイラン隊ですが、ファイト銃、ショート、ロング7とオールマイチーな強さ。どの路線に育てても活躍できますが、格闘家遠距離ってとこでしょう。バンサーは基地のパーツから、カーフィル M2 とギザ 4G をチョイス。カーフィルはレオノーラの量産機、ボーラスの後継として開発されました。し
かし汎用タラントした結果あまりにも特徴がなく、どうか各体の容器に勝てず、あっという間に埋もれてしまいました。逆にオーラスが愛用され、長く改良開発されましたとさ。続いて武器。ダブルフィンガーとヘビーパウンドを持っていきます。全員ダブルフィンガーにしたいのですが、数が足りない。両手フィンガー1機、片手パウンド2機に振り分けろ。最後にお詫びと訂正。前回収容所に出た大型はラバントではありませんでした。これまたセンダーのラバントをパク改良したジェイドメタル社製大型機、ゴールトンです。あの大きさでまさかのジェットホバー移動。お前絶対燃費悪いよ。大型砲発射時に安定しないという欠陥があり、改良された F 型が存在します。やっぱりな。OSV-8A がティルデン、OSV-21 がラバントなのに、OSV-8E がゴールトンで別会社製とか、わっかりにくいんだよ。ラバント、ティルデンが EC で、ゴールトンが OCU というのも、企業が節操ないのを表してますね。あ、ティルドンドン言ってましたが、ティルデンですよ、ティルデン。準備を終えたので脱走開始です。真っ昼間から抜け出せるほど、甘くはないと思いますが、格納庫を抜けると、そこは夕暮れの基地だった。そして待ち構える基地兵力。やべえよやべえよ。数が多いよ。結局囲まれてしまいました。敵の総数22、こっちの4倍以上だ。ここでレズちゃんのアイデアロール成功。燃料タンクをぶっ壊し左側の敵を押しとどめる。敵軍の大半は左側にいるので、成功すれば攻略難易度はぐっと下がるでしょう。まあやりませんけどね。いざ前期前進。ステージ15、ディアン基地。タンクを爆破するかで難易度が激変します。爆破すれば半数以上を封印しスルー可能。しかし経験値が減ってしまうのが痛い。全滅チャートはとにかく被弾しないこと。こちらの全戦力を集中しないと、切り抜けられないぞ。まずタンク側にいるバンサーを攻撃します。右から戦車が来ますが、とりあえずスルーだスルー。コーディのファイトが12にアップ。トマス隊と比べ、全体的に低くなってますねー。このステージも敵軍の連携はいまいち取れておらず、動き出すまでの時間がバラバラです。なので敵軍の動きに合わせ、近づいてくる連中に5機で立ち向かいましょう。グリフ、レズが11にアップ。どう？ホモに追いつけそう？サユリも11にアップ。出だしは順調だー。ここから右をスルーし、左に進軍。進んでくる連中を囲みながら倒します。バンサー優先、戦車に格闘で殴りかかるのを控える。こうすることで被弾率をぐっと下げられるでしょう。あとはいつもと変わりませんので。皆様のために。メイラン36歳、176センチ88キロの大型。絶妙な数値と顔ぶら、意外と若いターサユリちゃんの源だ。プロフを見ながらやりとりってなんだか新鮮で面白いぞ。生まれも育ちもバングラデッシュ、士官学校卒のエリートちゃんで上位スタート。25歳で中隊長就任中尉に昇格、この頃15歳のベン中佐と運命の出会い、初他時代を抜けつつある青い果実のベン君に一目惚れしちゃったんですかね。ベン君が入隊したのは94年18歳、どういう経緯で知り合ったんでしょ。33歳現在の部隊に配属、同年アロルデシュ軍クーデター未遂事件発生。35歳副師団長就任隊員昇格。ちなみに33歳の時23歳ベン君は少佐、追い抜かれてるじゃねえか。ベン26歳、178センチ65キロの A 型。この体型と若さで中佐、うせやろ。生まれも育ちもバングラデシュ、18で軍に志願入隊。半年でバンサー操縦資格取得、上等兵として師団に配属。翌年軍のバンサー競技会で過去最高得点をマークし優勝、天才かよ。20で少尉、21歳で中尉に昇格、ノンキャリとは思えない昇格スピードだー。22歳でメイラン中尉と同部隊に転属、ロブ大佐の補佐官となりまさかの2階級特進、
同年ロブ大佐がクーデター未遂を起こす、これに関与したと思われるが、証拠不十分で無罪、やったぜ。そして中佐に昇格、この人ちょっとおかしい。続いてニュースのお時間。さて、世界情勢はと。EC のロマネス文部大臣が OCU ガブリエル国防長官と電話会見。勝っても革命指導者を処刑とかやめてね、と穏健派の立場を取った。なおこれは絨毯爆撃前のニュースです。あ。首都で OCU と革命軍の戦闘再開、革命軍は国会付近に部隊を残して撤退。OCU はすぐ終わるから、と余裕の様子だが駐留基地の捕虜はどうなるのか、と家族から非難の声。OCU 上半期の旅客航空便白書が公開。国内旅客者が 5% 減少し国外旅行者が急増、クーデターの影響で今後さらに傾向が強まる懸念も。霧島重工の子会社、博多新道市研究所が新型新道市を開発。コンピューター技術の飛躍に期待の声、小屋株価爆上がりですわ。以上、6月18日のニュースでした。がっつり経験値をいただき。Mission is over! レズコー D14、サユリメイラングリフ13となりました。まあまあだな。一行は近場のボーネアを避け、より、収入7444、支出1249、利益6195。なんとか基地を脱出した一行は、川沿いに南下しディアラバへ。行くぞ!スクワー!サユリはまず OCU と連絡を取ろうとしますが、無線が通じずに断念。一行は現地カオ役のサリバシュを探すことに。といったところで今回は終了です。次回、舞台合流に前期前進。それでは皆さん、お達者でー。